今回からは少しまた話の内容を変えてですね、バランス感情での、発展方式の基本的な話をしていこうと思います。一応必要も。あと5回ぐらいね、揃えようと思いますね。
を形状の連携状態、必要な面積の場合を主に考えていることに注意してください。この内積からノルムがこんなふうに決まって、それについて管理の時に緩めてくるかという。そして抽象方物型方程式、線形の例えば拡散方程式みたいなものを、バーナー空間とかヒルベルト空間上の、抽象的な方物型の方程式だと思って、それの解を作ったりするっていうのを一応一通りあらすじを説明して、さらにちょっと特別な問題いくつか最後ホイールができれば、
さらにその解を使って何かちょっとした性質を示すとかそういったことができるかと思っています、うん、それでですね、あのバランスタッチの関数の関数をちょっと知っておかないと、これもね、あのそういう先生についた人はもうちょっとちゃんと断物処罰などをね、使って勉強してもらうといいと思います。またそれをの重要部分を日本語で解説していただいている本も多分あると思います。僕、断物処罰読んだのでちょっと他の本知らないんですけど、まあまあ、ここの抽象のそのものが専門家みたいな感じで、一通り勉強した後はあんまりそこにこだわってないのでよく知りません。で、AB、向かい平均、値がバランクバリュD
して、バランスがね。一応用語統一しとくかという気分になった時もあってですね、まあまあでもあんまり僕の講義はですね、なんとなくへえと思ってくれて、よしちゃんと勉強するぞって気になってくれればそれでもういいので、まあで X Y を例えばL2 の組で微分解数落ちるから2回
少なくともその超過数の意味では2回微分可能なやつを相互連空間だから H2 みたいなやつですね。例えばそういったもので考えないといけないんですけど、マイナスナンバー3かけると2回落ちて L2 ぐらい、そうすると H2 は L2 の中で L2 の位相でデンスだということの問題になります。でそれはまあ証明できるんですけども、そういうことをしておくと、L2 から L2 へのオペレーターみたいに見出せるわけです。まあ、それもちゃんと、この辺がね、本当はまあ、解析学が好きな人、ね、広い意味でも狭い意味でもですけど、解析学が好きな人はそういうところをきちんとベリファイするところが面白いわけですけど、そこは、いっぱい立派な先生いらっしゃるので、隣の方に譲ってですね、まあ、レゾルベントセット、それをですね、丁寧に体系的にきちんとやっていくっていう講義ではないので、何度も何度も見てて、こう、もうなんかあれですけど、レゾルベント方程式でいいですね。レゾルベント集合、これは巻いていくんですよ。すごい意識的になんか自分がやってみようかなと思っていくところをベラベラ喋ってるだけなんで、ただまあなんか心の金銭に触れてくれればですね、そこから自分で、まあ、ダンボードシュワルツなり、パートベーション処理グリーンオペレーターなり何なり自分で選んでですね、勉強すると決めて2年ぐらい頑張って勉強したらですね、それは記憶と記録と、自分の思い出になるんで、まあ、頑張ってください。それが、捉える定義したのなんですけど、選んでこういう、
踏まえては次から上へ置きますので下へのセット、まあ、これが定式です。これはあの点スペクトルと点スペクトルと連続スペクトルと上スペクトルに分かれている話をしましたね。全体の集合は回収、あの編集号になります。これが編集号、この64年も何気なく使ってたんですよね。あまりそういうところにこだわってないと忘れてるんですよね。で、やっぱそこぐらいの が、ラムダマイナス A と言いますと、16A の言いますね。証明しなかったかもしれないけど、あとこっちになるぐらいやります。で、次もあの一応出てくるので知っといた方がいいから、タブレットしますけど、いわゆるダーボーゼキです。これね、柳先生のゼミで、山田先生のところで、すごい頑張って勉強した時以来。あんまりそのあと広めた空間でしかねやらなかったので、あんまあのそうですね。ただあのこんなことできるんだなって当時思ったのを覚えてます。先生レベルで本当にちゃんと分かってたかっていうとね、
心を捉えるんですけど、まあ、今でもお前ちゃんと分かってねえだろみたいな先生いらっしゃると思うんですけど、まあ、本当にこういうの興味あったら僕にそういうことを言う先生についてきちんとできるんですけど、僕はあくまで入り口まであんないですけど、バスガイドさんみたいなの で G が D の D ですけど、これは鍛錬化治療です。もう一番力がはっきり分かれるようなものです。
続な曲線のくせに内側外側が近くに近づいていくとよく分からなくなるやつがあるんですよね。そんなものは食べない。でこれを、まあ卵黄付けてですね、A が B の M、 B
が届き、ラムダをラムダの解析観測と変数でちゃんと微分できるですね。これは知っておくといいと思います。FA っていうのはオペレーターにやっぱなるんだけど、それのスペクトルっていうのはスペクトル F で消したことと一緒。でこれなんか何で大事かっていう言い訳だけ書いておくと、ダウンロード説明文っていうのは、でこの場合認めた上で解析判断というものを
言葉では何度か出てきてる割にちゃんと定義しなかったけど、定義ぐらいした方がいいですね。どっかでやります。ちょっと今日はもう途中でここまだ閉鎖さんにしだすとますます何かよくわからなくなるので、0無限大を含む
解析接続できる。インフィニティジマルな、ビフォーフォーデスクの話はちょっとしましたけど、こうベクトルバーがこういっぱいベクトルでこう散らばってて、ね、この辺から知ったらこの各与えられたベクトル和に接し続けるようなこういう曲線をかけるんだみたいなことだって言いましたよね。このベクトル和だから、U プラス T が、A の U プラス U になったときにするんですけども、これをまあ半分といってもオペレーターの話
なんで、解析の話です。で、軍団の艦隊のタイトルで言うと、軍隊名ですけど、軍隊と関係ないです。で、反軍といってもですね、日本本体式の会議を、ちょっと消したけど、こういうので、で、放物型の拡散方程式とか、それに線形をつけたような順、半線形、順線形程度を考えているので、
ごとに部分を切断して発展しようですね。ゼロが入っていることが結構大事なんですけど、
さんこれもね、すごい頑張って抽象論を頑張ってガンガン証明していったりする気はないんですよね。ただ一応言っとかないと。この後秀吉さんの定理まで延々頑張った年もあるんで、それは書いてあったりする。